代理人バレロ氏が語る大谷翔平 FA。 前代未聞のメガディールとなった大谷選手の今回の契約に関して、代理人のバレロ氏が米紙 USA Today の独占取材で語った内容が大きな話題となっています。まずは 97% を後払いという契約内容について、バレロ氏は、この件については大谷翔平は称えられるべきであって弁明する必要は全く感じていない。これは彼の無欲無し、そして勝利に対する執念から来るもの。これまでの人生で見たことのないようなものだったし、今後見ることもないだろう。彼は金銭的な損失についてなど気にする様子もなかったし、私もそうだった。彼はただ自分の年俸によってチームを縛りたくなかっただけだ。彼は私に、チームを強くするために僕はどんな貢献ができる、そう言ってきた。これはフィールド外収入だけでも MLB の総年収トップになるような立ち位置の大谷翔平だからこそ取れたユニークなアプローチであり、これで今後どの選手も後払い契約をしだすような前例を作ったわけではないと、あくまで大谷選手本人がチームが強くなるために自分に何ができるかを考えた結果だと語りました。そして世間を騒がせた誤報についてもバレロ氏は、カナダの人たちには本当に本当に申し訳なかった。そしてブルージェイズの人たちも本当に良い人たちだったから、彼らの心痛を考えるととにかく辛い。とんでもない感情のジェットコースターだったはず。誤報のあった金曜午前中にドジャースに10年7億ドル、6.8 億ドル後払いの提案をしたばかりだったから、ドジャースは真実ではないと分かっていた。当然ブルージェイズも面会の約束も何もしていなかったので誤報だと分かっていた。金曜17時に大谷の自宅でドジャースに決めたと聞いた。そして土曜の朝、最終候補に残っていた各球団に断りの連絡を入れるのが一番辛かった。まずはフリードマンにドジャースに決めたことを連絡した。その後ブルージェイズ、ジャイアンツ、カブス、エンゼルスへ連絡した。報道されていたようにドジャースがブルージェイズ優勢を恐れて慌てて最後に金額を一気に上げたという事実はなかったと、一連の騒動の裏側についても語りました。エンゼルスがもしドジャースと同条件を提示していたら大谷は残留していたかの問いに、バレロ氏は、それはわからないと答え、隠密 FA についても正直な気持ちを述べています。バレロ氏は、大谷との面会について漏らしたチームは不利になるなど私の口から発言したことは一度もない。結果的にドジャースを選んだこともそれが嘘であったと証明している。ロバーツ監督がウィンターミーティングの会見で翔平と会ったことを公言したから大変なことになるという騒ぎを見て、私と大谷は笑っていたよ。ウィンターミーティング期間中、私はアリゾナの別ホテルにいた。そこで球団関係者と面会し、どの球団が本気で、どの球団がただの興味本位かふるいにかけたんだ。そして交渉のプライバシーを重視した。球団側にもそれに協力するようお願いをし、球団もそれに理解を示した。それだけの話。情報を伏せることは球団側にとっても好都合だった。と、大谷選手がドジャースに決めた裏側についても話しています。大谷、節税ほぼできず 50% 超の最高税率適用。そんな史上最高額の契約を結んだ大谷選手ですが、その税金についても大きな注目が集まっているようです。スポーツ界の事情に詳しい米国の会計士は、税率が高いカリフォルニア州に住む限り節税策はほぼないと衝撃の事実を語ったのです。米国の所得税は共通する連邦税と住む州によって異なる州税に分かれます。野球選手は試合開催地の州で納税する仕組みで、大谷選手はドジャースから年200万ドルを受け取るものの、共に最高税率が適用され、連邦税が 37%、 カリフォルニア州税は約 13% の計 50% 超を納めなくてはいけないのです。米国では2016年に当選したトランプ前大統領の税制改革で連邦税の税率が下がった一方、それまで経費として認められていたトレーニングの費用などが控除できなくなり、同会計士は節税の工夫の余地はなくなったと
日本からメジャーに移った選手は米国で節税をすることは難しいと語っていました。米スポーツ専門メディアジアスレチックが報じたところによると、大谷選手は年俸7000万ドルのうち6800万ドル約986億円を後払いにするとしています。来季以降の年俸は200万ドル約2億9000万円となる見込みで、契約が終了する2043年に残りの金額が支払われることになるという驚愕の契約内容には、元 NFL 選手のミッチェル・シュワルツ氏も自身の X で反応しています。シュワルツ氏は、大谷についての最大の疑問はたった年俸200万ドルでどうやって LA で生活するのかだと投稿。税金が高いことで知られるロサンゼルスでは暮らしていけないとの内容を示唆し、冗談交じりに驚きを記しました。この投稿には、他のスポンサーやブランドとの契約から年間5000万ドルを得ていなければ無理だね。宣伝活動で何千万ドルももらっているよ。アメックスカードのプラチナカードで暮らしていける。僕が彼に住宅ローンを貸してあげる。おいおい、君はこんなことを言うよりもっと賢いだろう、などと米ファンから様々なコメントが書き込まれ、シュワルツ氏は別の投稿で、私が彼がこれまでのキャリアで野球とマーケティング両方でお金を稼げなかったと思っているかのように反応する人の多さに驚いたと、万人にはジョークが通じなかったことに反応していました。ネット上では、大谷さんは外食しないし外で遊ぶこともほとんどなくて、野球以外にお金を使わないのでお金に困ることはまずないだろうね、野球しかやらなくて人生楽しいのみたいに思う人もいそうだけど、他のことが目に入らないくらい無我夢中に打ち込める趣味が仕事になるなんて、まさに幸せでしかないでしょう。まだまだ29歳と若く、現役中は野球に専念して活躍できていることが素晴らしく、成し遂げた時こそ大谷翔平選手の身の回りを落ち着く時かと思う。もうすでに成功者ですから、淡々と石段を一歩一歩登っていけます。これからもすがすがしく頑張り活躍できる大谷翔平選手を応援し期待し見続けます。けっぱれ。現役を引退してからの人生を見据えての今回の契約なんでしょうね。他の方々のコメントにもありましたが、年俸が約3億円、 CM スポンサー契約で年間70億円もとの噂もあるようです。今回の契約について賛否あるようですが、現時点では違法ではないのでしょう。しかし今後はルールが変わるかもしれないですね。結婚については私の勝手な想像ですが、現役の間は独身なのでは、引退するその日まで野球が中心の生活を、野球のために努力する生活を貫くのだと思います。野球道を極めんとする姿勢に、私よりはるかに年下の大谷翔平選手に敬意を表したいです。でもたまには彼女とデートしてもいいのでは、シーズンオフの間はね。しかし実際に彼女が存在して2人でいるとこなんてパパラッチされたら、日米で大騒ぎになるでしょうね。スーパースターになるのも楽じゃない、といったコメントが上がっていました。大谷翔平、ほぼ後払い契約が魅力的。米メディアが見解、年間200万ドルしか稼げないが、大谷選手はロサンゼルスドジャースと10年総額7億ドルというメジャー史上最高額の契約を結びましたが、その大半の契約金が支払われるのは契約満了後。ドジャースにとっては贅沢税を回避できるメリットがある一方で、大谷選手にとっても利点はあると米メディア CNN が報じています。まずドジャース側のメリットとしては、二刀流の大谷選手だけに大金を投じる必要がなくなり、他のスター選手を誘惑する魅力的なオファーを提示可能となるということ。これは強いチームを求める大谷選手にとっても利点があり、ドジャースが強力な選手を獲得することで勝つチャンスを高めることができるとしています。さらに同メディアは、大谷選手にとって魅力的な要素として税負担軽減を挙げました。同メディアは、所得税率が非常に高いカリフォルニア州でホームゲームをしながら、大谷は年間200万ドルしか稼げないが、後払いで大谷が6億8000万ドルの契約金を手にするとき、
大谷はより税負担の軽い州、あるいは所得税のないフロリダのような州、あるいは日本で自由に暮らすことができるだろうとの見解を示していました。ネット上では、大谷は勝つことを最優先に考えているから、ドジャースをさらにより強いチームにするためには年間200万ドルくらいを自ら提案したとしても何の不思議もないな、 CM 出演等の副収入が年に数十億はありそうだから、今度は全国の小学校にバットを送るかもしれない。何にしても怪我や病気には十分に気をつけて、10年後にもタイトルを狙えるくらいの活躍をして大谷ファンを楽しませてもらいたい。大谷翔平が100年に1人の逸材だと認定され、人柄や行動規範も模範的であり、何より背後に全ての日本人からバックアップ期待を受けており、チケット以外の収入は莫大で、本当にその価値はプライスレスといったところが真の評価だろう。ただし試されるのが打撃に専念したならば、ボンズ級の結果を当然に求められ、できなかった時の批判は凄まじいものになるから、これからが正念場で頑張ってほしいですといったコメントが上がっていました。